品毒の花戦え僕らのアイアンキング守れ緑のこの大地ショックショックアイアンショック霧の中からアイアンキング関東山岳高速道か、なかなか快適な道だな。できてまだ2日だ。快適なのは当たり前じゃねえか、うん、まるでこの観光旅行でもやってるような気分だな。とぼけたこと言ってないで目ん玉ひんむいてよく注意しておいてくれよ。俺たちは独立原野党の本部を探してるんだってことを忘れないようにな。分かってるよ。守る支援団も今度は山の中じゃなくて東京のマンションかなんかに本部を作ってくれりゃ苦労しないで済むんだから。そういうこと言ってないでしっかり捕まってろ。ほら飛ばすぞ。関東山岳高速道路、大和政府が誇る技術の粋を集めた高速道路だ。なるほど、開通したばかりのあの道を粉々に打ち砕こうというわけか。大和政府の威信を失墜させるのだ。幻の下月ドジラを出動させろ。分かった。ドジラ出ろ。関東山岳道を襲え。Thank you.
おい、ドジラが危ない。クソ、アイアンキングのやつめ。ドジラを返せ。分かった。ドジラ帰れ。逃げるんだドジラ。アイアンキング。殺せ。アイアンキングを殺せ。奴は俺たちの革命の最大の敵だ。本当にこんな方向に独立原野党の本部があるのかね。分からん。しかし奴らの手下や怪獣ロボットが姿を消すのはいつもこの方角だ。うん、まあドンピシャで当たってくれるといいんですけどね。けどね、奴らと戦ってる時はいつもいねえくせにでけえ口聞くな。あ、そうでした。私頑張らなくて。バカ。助けて、助けて。お、うん、俺だ俺だ俺だ俺が先だ俺が俺だ俺だ、だらいなお前は。すいません、助けていただいた上にごちそうにまでなっちゃって。いえいえ、女の人を助けるのは男の役目ですから。はい、だけど何だってこんな山の中へ女一人で来たんだ。弟を探してるんです。弟さんを。たった二人の兄弟です。父も母もいないんです。だけどこの山はひょっとしたら独立原野党の本部があるかもしれないんだ。あなたの弟さんがいるわけありませんよ。でも家出してからたった一通来た手紙の消印はこちらになってました。誠さん、弟さんは独立原野党に入ってるんじゃないでしょうね。まさか、弟はそんな子じゃありません。そうかどうかはもうすぐわかる。おお、おい五郎、どうやら俺たちの勘が当たってたようだぜ。やつらの本場この近くだ。おお、健太郎、やばい。ここはひとまず逃げようぜ。さあ来るんだ。早く撃て。逃がすな。撃て撃て。あの二人を撃ち殺せ。どうした。たかし、たかし姉さん、危ない。あたしお姉さんよ。姉さん、バカ野郎、撃て。誠さん、五郎。撃て五郎。もう死んだものと思ってくれ。こんな目に遭わしたんじゃねえか。健太郎、よせ。五郎、さあ水だ。飲め。すまね。すいません。許してください。何言ってんだよ。出て行ってくれ。弟は誰かに誘われたんです。弟はあんなことできる子じゃありません。うるせえ。現に五郎がこうして傷ついてるじゃないか。それにあの怪獣ロボットを使って町をめちゃくちゃに破壊してしまったじゃないか。
傷に響く。サクロ、しばらく眠るんだ。いいな。ケンタロウ、ありがとう。どうして姉さんこんなとこ来たんだ。貴様のおかげで静か源太郎と霧島五郎を殺し損ねたぞ。それにもしアイアンキングが出てきたらどうする。待て、霧島五郎は傷ついていると言ったな。ああ、右足を失ったはずだ。下月、どちらを出動させろ。もしアイアンキングが出てきた霧島五郎との関係がはっきりするはずだ。分かった。どちら、出ろ。心配するな。ちょっと行って片付けてくるからな。誠さん、悔しいけど五郎頼むぜ。やはり奴は霧島五郎の変身だったのか。あったらアイアンキング、俺に任せてくれ。
こいつを運んでいけ。高島って姉さんのこと忘れたの？姉さん、俺たちはもう別の世界の人間なんだ。そんなことないわ。私たち天にも地にも二人っきりの兄弟じゃない。信じて。本当に姉さんが俺の味方なら、後で一人で裏山の社まで来てくれ。高志。いないんだ、コロのやつ。やっぱりどこ行きやがったんだ。あんなひどい傷をしてるっていうのに、奴らに見つかったら殺されてしまうっていうのに。弟たちはそんなひどいことしないわ。何言ってんだ奴ら。そうだよな、姉さんだもの。弟のことは死にたいよな、源太郎さん。嘘。もし俺に姉さんがいたら、俺がこんな残酷な戦いをしてるなんて信じないだろうからな。夜霧の彼方へ別れを告げ、惜しきマスラを入れてゆく窓辺に瞬く灯火に透きせぬ乙女の愛の影。源太郎さん、五郎さん、弟たちが。よしな、弟だってあんたを信じてるんだぜ。源太郎さん、源太郎さん、私の後をあなたが勝手につけてきたとしても、それは弟を裏切ったことにはならないわ。白状しろ。変身の秘密を白状しろ。アイアンキングの秘密を言え。しゅうといやつだ。いっそこのまま殺してしまおうか。そうすれば二度とアイアンキングにはなれないだろう。いや、変身の秘密が分からなければ、奴ら第二第三のアイアンキングを作り出すかもしれない。くそー。アイアンキングの秘密を発表しろ。なんだ、どうしたんだ。鈴鹿源太郎が来たぞ。五郎。源太郎、五郎の命はないぞ。武器を捨てろ。ベルトを縛れ。高志。危ないですか。裏切ったな下月。違う。高志。いいよ。ゴロ。消しろ。ゴロ。源太郎。生きてたか。よかったよかった。待ってよ。高志、高志、高志。こちら、もう。
あやうしょ。アイアンキングは傷ついているぞ。なあ、アイアンキング、今だ。すまなかった。とうとう弟さんを助けられなかった。誠さん、ありがとう。弟は幸せ者です。だって弟は自分の思想のために自分の考えを貫いて死んだんですもん。自分の考えを。あなたたちもあなたたちの考えを貫いて戦ってらっしゃるんでしょ。誠さん、それだけのことです。敵も味方も。さあ行こう。幻の